え皆さんいつもですね、えー、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、今日はですねあのー、まあ皆さんにというか特にやっぱり嵐のファンの方たちにですねちょっとお伺いをしたいということで今日は動画を上げさせていただくわけなんですけれどもまあタイトルにも書かせていただいた通りですね、えー、ズバリ言うと皆さんおすすめの DVD を教えてくださいということなんでございます。 えーまあ、どれぐらい前ですかね3週間ぐらい前からですか、えー、大野くんね嵐の大野聡さ,さんの歌声についてですねいろんなことをこう自由に語らせていただいてる動画を上げさせていただいてそこにですね皆さんがいろんなコメントをくれることによって、えー、じゃあこの曲も聴いてみようで大野くんのソロだけじゃなくて、えー、嵐のねシングルではなくそしてアルバムの曲だったりするのもですね私は申し訳ないこと全然知らないので。 えー、皆さんに教えていただきながらいろんな曲を解説をさせていただいてきましたそして、えーまあ、皆さんがね書いていただいてるコメントの中に私はいつも YouTube の「プレミアムなんちゃら」っていうところで音源で CD の音源で聴かせていただいてるんですけど是非これをライブの映像で見てもらいたいと。 えー、たくさんの方がそういうふうに書いてくれてまして、えー、私も見たいんですね。で実は、えーまあ、今までやった楽曲が入ってる DVD がどれなのかなとかお店に行ってねいろいろ見てはいるんですけど正直なところ、まあ、たくさん,ん種類もありますし何を見たらいいのか、まあ、順番的にはね、えー、何からいいかなということで、まあ、いろんな映像を見たいなとは思っているんですけども。 せっかく皆さんにこういろんな曲を教えていただいてなおかつえこうしてねご視聴をしていただいてますのでえこうなったらですねやっぱり長くファンでいらっしゃる皆さんに聞いた方がえ分かりやすいし早いのではないかということでちょっとお力を貸していただきたいという形でえ改めて言いますと私がえ嵐の DVD をですねえまあブルーレイでもいいんですけども買わしていただいてその今まで解説したえ曲の 動画のものでももでですねまた改めて映像を見ながら、えー、さらにその歌声について解説をしていきたいというふうにはもう思ってるんですけれども実際買おうと思ってお店に行った時点であらこれ何を買っていいかわからないぞと、えー、いろいろ考えたんですねデビューの最初の頃からのずっと、えー、DVD を1からね、えー、まあ見ていくのが一番いいんですけれどもでもあのー 個人的にね、今まで解説した曲の中でこれはやっぱり動画で見たいというものが何曲もあってそれから順番に買えばいいじゃんと思うんですけどでもせっかくですから皆さんにいろんなご意見を伺いたいなと。でですねあの特別こう細かいルールを決めるつもりは全くなくって何、えー、だったら期限なんかも特になしでいいかなと私は思うんですけれどもあの皆さんにはですねちょっとお手数をおかけしますが 今まで解説した動画のコメントも頂い,いた方にはまた繰り返しになってしまうと思うんですけど改めてこの DVD D を見てほしいそして、えー、もしよろしければここが見どころなんですとか、えー、書いていただく皆さんの、えー、ご自身のうんほん好みで構いませんので、えー、この DVD D のここがすごい好きなんで見てくださいとか このあんまりあのはっきりネタバレしない程度だと私も非常に楽しみが残っていて嬉しいなと思いますがまあでもここをぜひ見てほしいという熱い皆さんの気持ちがあればですねどれから買おうかなというヒントに大きなヒントにきっとなると思いますし私はもう超新参者なので、まあ、長いファンの方たちからすると 最初はここから入った方がいいですよとか今までの動画のコメントを見る限りこの曲からやっぱり見た方がいいですよとかいろんなこうですね意見をいただいてそしてそれを一応ですねまあ投票というとなんかちょっと重々しい感じになりますけど皆さんがいろいろ書いていただいた中で一応こう何て言うね書いていただいたライブ DVD 順 をまあ、私が一番分かりやすいのでそれをちょっと作らせていただいてですねその中の1位に輝いたものえ結局、えー、おすすめしてくれる方が多いそのライブ DVD というのをまず最初に購入して見させていただきたいなというふうに思っておりますので、えー、何度も繰り返しになりますけど大変皆さんお手数をおかけしますが、えー、嵐ファンの 皆様、そしてこの動画をですね、いつも解説を見ていただいている本当に皆様、えー、もちろん嵐ファンの方じゃなくてもですね、えー、その DVD とか、またはそのライブを直接見に行って、これ本当良かったんですよっていうものがあったらですね、ぜひちょっとご面倒どおかけしますが、私に教えていただければと思いますので、えー、これを見ていただいた後、お時間ある時にコメントの方にね、えー、私は僕は何々の DVD、 が、えー、おすすすすめでとところを見ていただい,たらいいいいいたただらんじゃないかなか思います、えー、理由はなんかこういう感じでここがまた聞きどころです見どころです、えー、大野くんも二宮くんもそれぞれメンバーね皆さんいろいろあると思いますのでここを見てほしいっていうところもあれば書いていただけると非常に参考になるし嬉しいなと思いますはいなので今回はもうお願いの動画になってもうおんぶに抱っこ甘えまくっておりますけれども ぜひ皆さんご協力をいただけると私が買うものがギュッと、えー、狭まっていくというかね、選ぶことがしやすくなりますので、よろしければお願いしたいなというふうに思います。ということで今回はもうこんな感じでね、何の解説もしておりませんけれども、えー、皆さんに、特に嵐ファンの皆さんにお願いということで動画をアップさせていただきました。えー、お手数ですけど皆さんもしご協力いただける方いましたら、よろしくお願いいたします。